先月の豪雨の被災者を支援するため、佐賀市の団体が日本赤十字社に義援金を送りました。日本赤十字社県支部に義援金を送ったのは、舞台鑑賞や体験活動などをしている佐賀市の佐賀子ども劇場です。今回送られたのは3876円で、先月15日に佐賀市の白山名店街アーケードで開催した子ども夜市の売り上げの一部を充てています。子ども夜市は、子どもたちが自らアイデアを出し合い、お店作りや接客をしたということです。できるだけ多く寄付できるように多く稼ごうと思い、困っている人のお役に立てれば良いかなと思いしました。寄付をするという活動も子どもたちが自分たちで決めて、自分たちが子ども寄席の中で自分たちがちゃんと働いたお金、自分が得たお金から困っている人にというところを考え、義援金は昨日までに赤十字社県支部に合わせて274万円余りが寄せられています。